どうも、ハチッコ TV チャンネルのゆきです。さ、本日はですね、ついにこの日がやってまいりました。バスン、マクドナルドグラコロの日がやってまいりました。いや、もう2021年オリンピックイヤーだったんですね。あっという間に、グラコロの日を迎え、今年も残すとかあと1ヶ月というところになってます。帰ってきてくれたよ、ありがとう。今年は2種類、普通のグラコロとボロネーゼグラコロ、こちらの2種類となっております。どっちからいく？やっぱグラコロかな。やっぱグラコロからいきましょうかね。1年ぶりですからね。冬の風物詩グラコロが今年も期間限定で登場します。クリーミーなホワイトソースに相性抜群のエビ、マカロニを加え、外はサクサク、中はトロトロのグラタンコロッケに、キャベツ、濃厚なコクのある卵ソース、スパイス感が特徴の特製コロッケソースを合わせ、バターを加えたリッチなふわふわした蒸しバンズで挟みました。今年の締めくくりに優しい味わいでほっと温まるグラコロをお楽しみください。いきますよ。あっべーん、おいしそう。すっごく美味しそうで、パンがね、すごいふわふわしてんの。これふかふか、あれ、こんな感じですね。めちゃめちゃうまそうなんだけど、これ兄気持ちでいきましょう。すみません、早速いただきます。楽しみだったんだこれ。これです、これです。おいしい。ふわふわでね、柔らかいでね、優しいの、この味が。おいしすぎるて、これは。うまっ。これで今年をね、振り返りながら、ね、やっていけそうです。うまっ。最後の一口いただきます。うまっ。おいしい。あ、ほっこりする。うん。続いてはこちらですね。バスン、コクうまアンガスビーフボロネーゼグラコロ。これすごいな。冬の風物詩グラコロに期間限定でコクうまアンガスビーフボロネーゼグラコロが登場します。ジューシーでうまみたっぷりの粗挽きアンガスビーフに、完熟トマトと隠し味に赤ワインを加えて、じっくり煮込んだボロネーゼソースを合わせた一品です。ゴロッとした粗挽きアンガスビーフをしっかり感じられる、この冬だけの美味しさをぜひお楽しみください。と、いってみますか。あっぺん、バリー。おお、ゴロ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 でございます。あ、しかもすっげえいい匂い。じゃあそれ早速いただきます。やば、これやってんな。いきまーす。よし。間違いない。うめはい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 。あ、このトマトソース感加わるだけで結構一気に変わるな。うまっ。なにこれ、コロッケにトマトソースってやっぱめちゃくちゃ合うんだね。さあ、最後の一口いただきます。うん、おいしい。これうまいわ。いや、いいなこれ。うまい。どっちもおいしかったですよ、グラコロ。いや、もうなんか今年が終わるんだなって、 CM で見たりして、ああもうそんな時期なんだって思うのと、実際食べるとすげえリアルに1年を感じる。あ、もう1年終わるんだみたいな感じになりますね。ぜひね、期間限定になってますので、お早めに皆さんも食べてみてください。それでは次回の動画でお会いしましょう。またねー。